音切り草ってあるでしょ。あそこに出てくるじゃん。名前にある音っても、弟っていうんじゃなくて、夫っていう意味なんです。夫っていうのは、お父さんという意味。自分と同じ血筋の中から選んだ夫。よろしい、ダメなんですよね。そう、配偶者、なんていうの、なんていうの、要するに、男の方ね、だから、彼。一族の中から選んだ夫婦の夫、誰夫、あれどっちは分からん。分かるけど、説明できるのは難しい。じゃあ、お兄さんのことは何て言ったかっていう前に、弟は何て言ったか。弟は二と、お兄さんはえと。で、彦が弟、つまり、二ととか、彦が弟。お兄さんはえととか、措置であるんですよね。着男のこと措置っていうかな。で、着男じゃなくて、遊戯機械のこと彦っていうの。で、お兄さんのことをえと。で、弟の方をにと。まあ、お兄さんのことをえっていう場合もあるし、にっていう場合もあるでしょ。だから、A も2も、なんでお兄さんを表すか言ったら、女から見て、まあ、例えば女から見て、長男は A と、次男は二と。じゃあ、長女は、でもエミや。長女はエミ。ね。で、その後が、まあ、姫とかになってる。で、長女は姫ちゃうの。エミや。ね。で、あとは何ですか。三女、三女、玉っていうかな。三女、玉。うちのおばあちゃんも上から三番目、玉って。だから、まあ、エミ、姫、玉。これが三姉妹の呼び方。で、三兄弟は、二と、その後は、里って言ったかな。レトって言い方もあったけど、二ととかな。三男がちょっと安定せえへんの。結構もっと生まれたはずだからさ、ね。男の方が生まれたような気がするからさ。男よう死ぬからよう生まれた。でも肉を食べたら男生まれるだけだ。手忘れちゃった。で、さらにいたして、じゃあ、にぎって何ですかって。じゃあ、その前に、にぎ。その前に、にぎ早い日。行こうかな。ひって何かって言ったら、まあ、駅境の三かひっていうような、その、宝貝のこと、火。三下、火なの、火っていう字は宝貝を表す字ね。貝じゃなくて宝貝を表す字。宝貝って言ったら、こうやって、どういったらいいの、見たことあるでしょ、この豆みたいな。ぐっとめり込んでくる。ね、あれが宝貝。綺麗なのが多い。まあ、お金の代わりになったし、まあ、宝石の代わりになった。で、逃げ早い。早い。日。早は、その、宝貝より、まあ、早いっていうか、優れてるってことだよね。貝より早いって言うんだね。貝細いから。宝貝よりも優れてる存在です、早いね。ね。右が、何だっけ、右の義が、芸の、まあ、に、右って芸、芸術芸能の芸って書いて、右って読むんだけど、にがその、にこの、笑う、に。ぎは何かって言ったら、それもひやって。ひ。またからがいっていうか、ぎはだからか、お金のことやけど、ぎって。ぎるとか、言うかな、なんか、ファイナルファンタジー、ぎ。ぎっていうのは日本であんまり使わんと思ってるかもしれないけど、ぎとお金のことやけど。で、その、お金を見て笑う人。あ、まあ、宝の宝石とかもそうやるけど、ひーは宝がやけど、ぎーはだから宝がじゃない宝やったわけやる。要するにね、宝石も含めてね。要するに、ほんまに石の宝石をぎーって呼んで、金でも銀でもね。で、貴金属かな、貴金属。
ね、なんかパワーストップのギ、まあ、パワーストンでたかな、パワーストンギヒって、ヒギって、まあ、ヒヒとかいろんな言い方があるね。とにかく、2、1のか、あのお金見てもらう。で、2の、そのウィンズで2、でも弟、2との2、2以外の2も弟、2はだ、まあ、次男ね。長男じゃなくて次男ですよ。2がつく人はね。長男は、ね、お父さんは弟、ね。で、まあ、お母さんは、まあ、まあじゃなくてね、な、わーやったと思うけどな、お母さんとわーって言ってた。お母さん中心にわーが出てるから。お母さん自身は自分のことを、わーってあんまり言わんかった。あーって言ったり、まあ、まあ、まあ、あーとか、まあとか自分のことを言って、で、みんなお母さんのことを、あーとか言わへんやろ？あーって一日やから。まあか、わー。わまとかわまわとか、まあ、まあやーよな、他人のまあやから、おばさんとか他の家のお母さん、別の人のお母さんのこともまあやーよ、これやるよ、まあややーって他人って言うから、ヤマトのやの他人って言うよ ね、 ね。それで、結局海幸子、山幸子っていうのは、幸っていうのはまたこの女の方のことやから。だから、まあ、姫、姫じゃなくて、上が、エミ、姫、玉、サチとか、そんな感じかな。まあ、一番末娘が一番得するっていうのサチがついてたかな。かそのサチを男の名前使ったらあかんけど、あれはソッツとか、ソッチ。太宰府のソッツとか言うでしょ。海そっち。海そっち、ヒコ、おかしいね。ソッチは着な。で、ヒコは、次男やけど着の。ミストチヒコでしょ。で、山幸彦。山幸彦も次男やけど着なって意味でしょ。別の家の人や。山幸と山幸は兄弟じゃない。義兄弟。誰を返したかちょっと、弟にお返して、義兄弟。で、まあ、そっちは着なんていうの好きだから、長男でも次男でも着なに選ばれたらそうやんだけど、ただ、入り向こうやったから、うちにとって、海幸は、まあ、山幸もね。だから、どっちも、次男と彦が付けられてしまったわけ。まあ、実際次男なのかもしれんけどね。まあ、そっちが付いてるから、まあ、長男であろう、次男だろうが、どっちも茶子なんだろうが。で、山幸の方は、真の始皇太が送り込んだ上服やったから、だから、上服と、まあ、始皇太と上服が義兄弟のちぎり娘だから、で、それ誰でって言ったら、女福店って言ったことって。女の人、義のな、幹事長の義の、お姫様。まあ、義の大臣の娘かな。その、女福店を使って義兄弟になった。それが、新志皇帝と女福ね。で、だから義の王家はそうやからな。だから、昔からそうなはずや。で、女っていうのは、義の大臣だって、女が王家の、あの、国は他にあるのな、あったはずやで。また思い出しとくわ。勉強した方がいいかな、この辺はな。ね、勉強したら思い出すからな。だから、勉強した場合に思い出した時は、あ、違うわ、ここって。ほんま、こっちのいいな、本にこう書いてあるけどな、っていう感じの思い出し方をするんやでってことで、ね。ね。ね、結局、その、海そちひこも、次男っていうか、次男格、うちの入り婿やったから。で、山そちひこはうちのことレイプしたけど、山そちひこも、真の始皇帝から見たら、義兄弟の弟やったから、ひこがついた。という微妙な物語についての説明をしました。